元気な男の子なんじゃが。そいつきっと遠足の前の夜は楽しみすぎて眠れない。単純でおちょこちょいなやつなんだろうな。まさにその通りじゃが。君は？こいつに誘われてきたゴーです。オワル君の友達か。はい、ゴーはお父さんの研究室にもよく遊びに来ていて。おお、桜木博士は元気かね。はい、オワル君のお父さんもポケモンの研究者でな、それも若い頃から天才と言われておる有望な研究者なんじゃ。Yeah.
村親子と仲良くなったピチュこのポケモンたちはラッキー仲良くなると卵を分けてくれるラッキーの卵は栄養たっぷりでポケモンたちの大好物なのだポケモンと言われておるんじゃよ。幻のポケモン。